やった！届いてる届いてる！やっぱり一年の始まりは嵐からの年賀状からってね。去年休止しちゃったけど、こうして届けてくれるし、ワンチャン今年復活ないかな。って、なにこれ！大野くんが映ってないじゃん！なんで！？こんな大野くんを省くみたいな真似するなんて。もしかしてこれ、今後復活しない説ある？活動休止前のこの最後のライブ、皆さん本当にありがとうございました。僕はこのメンバーと数十年一緒にいて、変わらず人にありがとうと言えるこの4人がいたからこそ、僕は今日までやってこられたんだと心から思っています。みんな本当にありがとう。僕は明日から自分のことを考えて、自分の時間を大切に生きてみようと思っています。またね。こちらこそありがとう、大野くん。また5人が集まって夢の続きを見られるのを楽しみにしてるからね。それまで自分の人生を楽しく生きて。2020年12月31日をもって活動休止となった国民的アイドルグループ嵐。最後の無観客ライブでは、ファンたちから惜しまれる思いと、それ以上の祝福と感謝の思いが飛び交っていた。それから約1年、芸能活動を休止した大野以外のメンバー4人は様々な場面で活躍している。松本さん、クランクアップです。お疲れ様でした。ありがとうございました。とても楽しかったです。持ち前の演技力とアクション、やっぱりしびれたよ。前よりパワーアップしてるんじゃない？そうですか。そう見えたんだったらよかったです。松本は映画やドラマに多数出演し、相葉や二宮はバラエティ番組で MC をしてお茶の間を和ませ、桜井はニュースキャスターや総合司会などで律した活躍を見せている。そして大野も。君、目標にしてる先輩っているの？大野さとしくんです。後輩たちみんな言ってますよ。歌もダンスもすごい先輩ですから、見習いたいんですよね。たとえ芸能界に不在だろうと、音楽番組などで後輩たちから名前を挙げられる大野。活動休止しようと、結果的にこの1年で多くの人が嵐という存在の大きさに改めて気づくこととなった。そして2021年11月3日には、みんな映画嵐の先行上映に来てくれてありがとう。大野さんからのメッセージも預かっていますよ。最近はバターチキンカレーを作っているですって。絶対凝りまくった味なんだろうな。4人揃っていて大野くんからのメッセージがあるって、何これ、夢じゃなければ嵐ありがとう。また揃った姿を見られるとは思ってなかったよ。これまでファンたちのことを思って4人で揃わないようにしていたという嵐だからこそ、この舞台挨拶での登壇はファンたちにとって最高のサプライズとなり、世間は活動再開に胸を膨らませていた。しかし、そんな希望は夢のままで終わってしまうのかもしれない。なぜなら、なあ、これって大野だよな。バリバリ大野くんだね。また流出してんのかよ。しかも新しい女との動画もあるって、大野大丈夫か？舞台挨拶からわずか数週間後に SNS に流出した大野のプライベート動画。おそらくは以前の彼女との間にあった動画なのだろう。私生活の様子を他人によって流されてしまうのは芸能人にとってかなりの痛手なはず。こうも簡単に流出してしまえば面目に関わってしまうのだが、休止後の大野のプライベートが流出したのはこれが初めてではなかった。2021年4月、あれは大野と新しい恋人か。これはスクープだ。わざわざ京都まで来た甲斐があったぞ。追っかけする記者によって撮られてしまった大野のデート光景。新恋人と題して報じられたその記事は、瞬く間に世間の話題をさらう結果となった。またそれから約4ヶ月後にも大野は、ほら、人参だぞ。むしゃむしゃ食べてる。どうかな。うん、いい感じ。じゃあそろそろ奥のドッグランに行こうか。こいつも興奮してるしな。
やっぱりこのマザー牧場を訪れたか。別に男の人がいるとはいえ、あの距離の近さは確実に恋人レベル。目撃した人により詳しい話を聞いてみるか。そうして再び記事になる大野のプライベート。別にそれ自体に問題はなく、つつくまでもない話ではあると思うのだが、関係者たちが問題視しているのは大野の流出が多すぎることだという。大野さんはさすがに脇が甘すぎるんです。ご自身がどれだけ有名人なのかをもう少し自覚していただかないと。ですが、活動休止中のプライベートのことですよ。悪いことをしているでもあるまいし、そこまで目くじらを立てなくても。いえいえ、取られることが問題なんです。今はまだいいですが、仮に嵐が復活できなくなるような場面を取られたらどうするんですか。古い話にはなりますが、嵐の存続が危ぶまれる流出事件もあったんです。そうなったらグループ崩壊は免れませんよ。最悪を想定する関係者がいる一方で、世間では大野がかわいそうやプライベート取るのって盗撮じゃないのと擁護意見があるなど、大野を取り巻く環境は賛否両論。ただ恋人報道の真偽性はどうであれ、悪いことをしていないのにプライベートを過ごしているだけで大野のせいと下げられる言われはないだろう。大野自身休止に至ったのはそういったしがらみをなくしたかったから。なのに休止中もこうも追われ続けては、復帰するという意識がなくなってもおかしくはない。記者が執拗に追いかけ続ける限り、大野が戻ってきて嵐復活となる可能性は下がる一方だろう。しかしそんな中で、大野の意思とは関係なく本当に戻れなくなってしまうような疑惑が誕生していた。大野さんが不動産事業を展開している？ええ、唯一無二の親友と一緒に会社をいくつか設立して、4年前から土地を買い進めて事業を手掛けているんです。その親友が代表者になっているので、大野さんは表に出ませんが、本店住所が大野さんの自宅なんですよね。そんなことが。でも確かジャニーズって副業は。ええ、禁止です。元カトゥーンの田中はそれで事務所をクビになっているくらいですから、処罰は相当重いはずですよ。事務所が特別に容認しているのか、はたまた真実ではないのかはまだわからない。ただ仮にこれが事実であれば、大野は一人活動休止前にセカンドライフ計画を進めていたことになる。今やあらゆる報道機関が大野は辞めたがっている、芸能界引退をメンバーに相談などと報道する始末。しかもそれを裏付けるかのように、大野の行動が明らかになっていく現状。大野くん、一時的に羽を伸ばしてるだけだよね。絶対戻ってくるよね。ここまでプライベートが充実してたら再結成する気になるのかな。本当は今が一番楽しいのかも。嵐が解散になるなんてやだよ。嵐のメンバーももう全員がいい年であり、それぞれに活躍の場が整っている。5人の関係が良好なのは幸いだが、この状況下で我々は嵐の復活を期待してもいいのだろうか。大野くん、今のライフスタイルを存分に満喫してるみたいね。仮に再結成するとしても当分先にはなりそう。ファンからすればサプライズ再結成を期待するのかもしれないけど、大野くんの行動を見ているとなかなか現実的ではなさそうだね。嵐が不在の今がチャンスよ、オオカミ。あんたが第二の嵐になってファンクラブ会費でがっぽり儲けるわよ。さっさとここに集めなさい。赤ずきんちゃん、5人集めてきたよ。結構自信あるんだけど、どうかな。なんだよお前ら、地球が滅亡した時に奇跡的に生き残った5人かき集めてきたんか。やばすぎて逆に需要あるわ。やったー、赤ずきんちゃんのお眼鏡に。これで俺も億万長者だ。いやいや、ほんで一番右のお前、まずお前明らかに死んでんだろ。アイドルの現場に死者出て